蘇我蝦夷、飛鳥時代の人物、蘇我馬子の子で蘇我入鹿の父、蘇我馬子の没後、大海として権勢を振るった、末子天皇が崩御すると、次期大海候補として、田村の巫女と、山城の上の王が、軍神たちから支持を集める、半年経っても大海が決まらない中、蝦夷は、田村の巫女を支援、助命天皇として即位させる。その結果、山城の上の王の、上宮王家との対立は、深まった。642年、助命天皇が崩御すると、蘇我氏の権勢はますます強くなった。助命の後を継いだのは皇后、皇極で国政は、蘇我氏が中心となって取り行われた。戦を極めた蘇我氏の悪行が、日本書紀には多く見られるが、そういった記事には、多数の漢籍の引用が見られ、事実をそのまま記述したわけではないと、考えられている。643年、このイルカが山城の上の王ら、上宮王家を滅ぼす。これも後世の殉職が見られ、日本書紀には、蘇我のイルカが父蝦夷にも相談なく、ことを起こしたとされているが、上宮聖徳太子伝補欠記に反、6名の首謀者が記されている。645年、一子の変でイルカが殺害された際、蝦夷は邸宅にこもり、大和の綾氏などの、味方する者が集まったが、翌日邸宅に火を放ち自害し、蘇我本草家は滅びた。長くて短くて。